子どもの頃に毎日おじいちゃんに連れられて、田んぼに畑にいていました。いつもその中で一人だったらやっぱり暇なのであちこち冒険に出かけるんですけど、そこで、虫を見つけたりお花を見つけたり、ちょっと遠くまで歩いて池を見つけたりとかしながら過ごしていました。その中でいつも目にしたのが軽トラのいる風景だったりしたんですね。きっとそれがきっかけで今でも軽トラを見るとなんかすごく気になって愛おしい存在だと思っているので、見かけると絶対撮る対象となっています。今回定点撮影を行ったものがいくつかあります。基本的に四季を撮っているので、春、夏、秋、冬、あとは朝、昼、夕方、夜などあるんですけれども、その中でいくつかピックアップするとすれば、私が大好きなのは雪のある風景にある軽トラです。そこは基本的にずっと同じ場所に止めていると私が思い込んでいる軽トラだったんですけれども、結局同じ場所に止めている軽トラではなかったので動いてはしまったんですけど、同じ場所に来てこんなに違うのっていう驚きと、その中でこう静かにずっとそこにあったんだなっていうのが分かる、その雰囲気っていうのをすごく皆さんにも感じていただけたらなと思います。やっぱり日本ってすごく四季が綺麗だと思いますし、体感する気温とかも変わってくるんですけど、やっぱりその中で同じものを見ていても全然印象が変わるなっていうような感じの部分だったり、そういうところがすごく人の気持ちに訴えかけてくるかなと思っているので、そういう部分にも注目していただけたらなと思います。ただひたすら走って軽トラがある風景を探していました。もちろん仕事の合間とかに見かける軽トラとかがわーすごいって思って撮ることもあったりしたんですけど、基本的にはまだ出会っていない風景と軽トラがある場所っていうのをひたすら探していました。ただ一回通り過ぎたところに、あ、さっき軽トラがいたと思って戻ってもいなかったりとか、昨日いたから明日撮ろうっていうのではやっぱり全然軽トラがいなかったりとか、本当出会い頭がほとんどなので、写真って基本的にすごく出会いというものが大切だと思っているので、今回の被写体もそういうふうに探しました。あとそうでない部分に関しては、ここに軽トラが走ってたらいいなと思ってひたすら待ったっていうのもあるんですけど、そこでの出会いでは自分の思った以上になるか、それか自分が思ってるのとイメージが違うのかっていうのはその時にならないとわからないので、いろいろ試行錯誤しながら長くいろんな場所に撮影に向かいました。いつも写真を撮るときはその一枚の中に何か物語を感じられるような作品にしたいと思っています。そしてその風景の中に感情っていうものを置き換えて生命力っていうのを感じられたらなと思っています。今回の作品に関してはもちろん軽トラにこう感情移入というか擬人化というか、そういう感じで作品を作ったんですけれども、それプラス周りにいる風景によって何か感情を引き起こされるっていうことを意識しました。例えば赤色の花があることによって何か少し違うイメージが植え付けられたりとか、時間帯を変えることによってこう軽トラが何か考えていることが違うんじゃないかと思ったりとかしています。今回のタイトルは夢見る軽トラのような感じだったんですけど、軽トラックドリーミーというところで、すごくこれは和製英語なので実際英語としては通じないとは思うんですけど、夢見る軽トラっていうところで、軽トラが夢を見ているのか、私が軽トラを見て夢を見ているのかっていう、ここの狭間でいろいろ考えました。どちらにも取れるように作品は作っています。感情を持たせるという意味で軽トラにも注目はしてほしいんですけれども、
その周りの風景にも注目して全体的な感じで感じ取っていただけたらいいなと思っています。私の見る世界っていうのはこんな風景なんだなとか、皆さんが持っていない視点で、あ、こんな風に見えるんだなっていうところを感じていただけたらなと思います。今回は主に奈良県で撮ってるんですけれども、奈良県ってすごい道が狭いところが多くて、特にこう田んぼのところや畑のところに行こうとするとすごく本当に道が細いんですよ。何度も車で道にはまるかって思いながらドキドキしながら通ってました。そしてあとは夜に撮影するっていうのがいくつかあるんですけれども、そうなると夜の人の敷地内とかに入らないといけなかったりする場所がいくつかあって、その軽トラの持ち主の方に許可を取りに行くっていうのが結構大変でしたね。お昼間に作業をされていて声をかけにすぐに行けることはいいんですけれども、一回取って同じ場所に行ってまたその方に許可を得ようとした時になかなか出会えなくて、何日も通い詰めてようやく見つけて許可を得たっていう場合の写真もあります。やっぱりなかなか軽トラが探し出せないということですね。ただ軽トラがそこにあればいいというわけでもないし、風景だけがすごくいいっていうわけでもないので、そのどちらも私が、あ、ここすごくいいなって思う場所に出会うのがなかなかないので、本当にひたすら走り回っていろんな場所に行って探すっていうことが本当に苦労しました。今回軽トラックドリーミーというタイトルで写真展をさせていただくんですが、みんなに今度何の写真展するのって言われた時に、軽トラって言ったらって言われることがほとんどで、なんかみんなには予想外だったみたいなんですけど、まあ、世界でも最近は軽トラがすごく注目されているっていうこともありますし、私自身は軽トラって、私もすごく背が低い方なんですけど、ちっちゃいからすごく頑張っているっていう感じにいつも見えてるんですね。ちっちゃいけど頑張っている軽トラがこんなにいろんなところにあるっていうところと、あとはいろんなところでもちろん軽トラがあるっていうことは農家さんがすごく頑張っていたりとかしてるんですけど、そういう人とのつながりを感じたりとか、今回人はほとんどというかほぼ映ってないんですね。それでも軽トラがあることによって、そこには人の生活があるっていう部分もあり、そういうところもなんか私としてはすごくいいなと思ったところです。日本ってやっぱり、とても狭いような場所が多かったりするんですけど、だからこそとても軽トラっていうのが発達していて、皆さん本当に軽トラを大切にされてるんですね。なので使い終わった軽トラが展示場のような感じでこう飾られていたりとか、いつまでも何台も乗り継いでいらっしゃる方は、そこにね、土地がある方はいくつか並べておいておられたりとかしているので、そういう写真を撮りに行って軽トラを通していろんな人と関わることができたのもすごく良かったなとは思っています。私は写真を撮るのもすごく好きなんですけど、写真を撮るところで撮ることによって引き起こされる出来事っていうのがすごく好きで、例えば全然探し求めていくからこそ全然自分が行ったことない場所にいたりとか、軽トラを持っている方とお話ができたりとか、それ以外にもいろんなことに遭遇するんですけど、そういう部分がすごく楽しいなと今回も思いました。それと今回写真展ではちょっとした違和感を感じるようなトリックを入れているので、それもぜひ探していただけたらなと思います。こんなに30点以上展示するのは個人的には初めてなので、よく高校生の時に、いや、なんか私ってなんか見てるところが全然違うから、1日入れ替わっていろんなものを見れたら面白いだろうなっていうことを言われたりしていたので、ぜひ皆さんにも私のこんな風に見えている世界っていうのを見に来ていただけたらなと思います。たくさんの方に見ていただけたらとっても嬉しいです。ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。